書室？なぜ？ユリ、星原さん、星原さん、なんでここにいるの？私、こっちの図書室の方が好きだからここにいるだけです。何かご用ですか？私は事件って何ですか？原因不明の病気のこと。星原さん、率直に言うわ。あなた変な噂立てられて一部の生徒に疑われているのよ。知っています。知ってるのになんで黙ってるの？別にどうでもいいことですから。よくないでしょ。星原さん、あなたが原因じゃないんでしょ？だったら誤解を解かなきゃ。答えてよ。このままじゃ変な噂がどんどん広がっちゃうよ。答えて、星原さん。あれからもう1年も経っているのよ。今度の事件が去年みたいなことになるのは嫌なの。私が食い止めるから、何とかするから。お願い、私を信じて。何か喋って、お願い。神岡さん、ダメ。
したの、神岡くん。落ち着いて神岡くん、大丈夫だから。神岡くん、カウンターが壊れたのには何か絶対原因があるはずよ。神岡くんが壊したわけじゃない。落ち着いて。神岡さん、何が見えるの。ユリ、麻生さんは黙って。神岡さん、何が見えるの。神岡さんが見えるので、まだ見えるの。落ち着きましたか。何、何なの。個人を取り巻く世界の情報を把握しきれずにこぼれ落ちた思考は、仮の実態を伴って顕在化し、不価値な要素を一手に担い自我を守る。神岡くんが幻覚を見たってこと。そう、落ち着けば消えます。星原さんが落ち着かせたってこと。結果的にはそうなりましたね。わかんない、わからないわ。私、なんで神岡くんは星原さんの一言で落ち着けるの。カウンターだっておかしいわ。誰もいないし仕掛けもないのにこんなことできるわけないわ。どういうことなの。これやったのユリなの。私、私じゃないわ。ちょっと、どういうことなの。どうしてそう冷静でいられるの。わかったわ。じゃあまた明日会いましょう。
麻生さんはどうしました？違います。神岡さんがそう言ってました。普通って何ですか？私だって いえ、私に見えていたものは神岡さんが見ていたものと違うから、ただそれだけです。私に見えていたのは神岡さんが見ていたものとは違います。麻生さんに見えなかったものとも違うんです。違う世界からの干渉です。私はもう少しここにいます。さようなら。
星原さんが事件に関わっているという噂、ますます広がっているわよ。麻生さん、どうするつもりなの？どうするつもりって、私には関係ないことでしょ？私は星原さんのことを思って言ってるのよ。彼女、警察の事情聴取も受けたみたいだし。事情聴取なら、私も上岡くんも受けたわ。特別なことじゃないわ。でも事件が起きた時、星原さんは必ずその現場近くで目撃されている。だからそれも噂でしょ？噂といっても時間と場所と個人の名前が特定されているのよ。根も葉もない噂とは思えないけど。東百合さん、その噂の裏付けを取ったの？彼女が全ての現場にいたという確証もないのに犯人扱いするというの？誤解しないでほしいんだけど、私だって星原さんを犯人なんて思いたくない。でもね、個人名を挙げられて取り沙汰されているのは彼女だけじゃない。私はただ現象の真相を知りたいだけなんだ。彼女が犯人であるかないかは関係ないの。白黒をはっきりさせたいだけなの。分かったわ。だけどそのことと私にどういう関係があるというの？じゃあ率直に聞くよ。麻生さん、1年前に星原さんとの間に何があったの？今度こそ答えて。別に何もないわ。嘘ね。じゃあその前からある星原さんの噂についてはどうなの？